すごいうるさいです。3、2、工藤歩夢です。今品川のロケ終了しました。で今日はこの友達お二人に来てもらいました。自己紹介してもらいます。斉藤俊です。たけし役の斉藤俊です。はい、薫役の吉田亮です。はい、はい、それだけでいいんですか。他に言うことはあ、言うことない、僕たち友達。友達仲いいんですよ。はい、じゃあ一番最初聞いてる、MC 下手だなと思って。じゃあ、はい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 、ではお互い、自分の役を演じるにあたってどう思う。たけし、なんか自分とやっぱり近いところがあって、なんかまあドギマギするっていうか、いろいろ難しいところもあるんですけど、なんかまあ自分なりにまあちょっと頑張れたかなって感じです。私はなんかまあもともと性格的にもかおるちゃんとは合ってますし、あとあの人見役の中田えなちゃんが実際私よりも年下なんで、なんか姉子肌的なキャラクターになりやすいというか、すごく演じやすいです。はい、じゃあ監督どうしましょう。どうしましょう。お前下手くそ。面白い面白い。あのじゃあ、なんだろう。次は何聞こうかな。俺何聞いたっけみんなに。聞きました。シナリオね、はい、あの印象に残ったあの他自分だけじゃなくてもいいから、なんかあのシーンって何っていう。ただネタバレ含む場合はちょっと気にしたけど、こういうシチュエーションがとか、あのあと恋愛あるあるこういうのあって共感したとか共感しないとか、そんなやつらしいです。あ、はい、はい、おい言えよ。じゃあシチュエーション等で何かこの真夏の恋の制限度で思ったこと等はあるでしょうか。やっぱり商店街でなんか二人が恋人二人が歩いてる姿がすごいなんか夏だな、いいなって感じで。全部まあ、ネタバレ含まない程度のネタバレで印象に残ったシーン、はいはい、まだ見てないんですけど、シナリオを読んだ中ではそのかっこいい先輩に対してかおるちゃんがその可愛こぶる感じがなんかまだやってないんでちょっとできるかなっていうのと、なんかそういう一面のかおるちゃんも面白いなって思って印象に残ってます。頑張りたいです。工藤歩夢としてはとりあえずこの場から一刻も早く逃げたいです。真夏の恋見てください。